風のように駆け、烈火のごとく鎮圧する。武田信玄が掲げた軍旗に記されていたことで有名な言葉だ。信玄が率いる軍は、まさに風林火山を体現した戦いを進めていった。甲斐の虎と呼ばれた彼は、あの織田信長をも恐怖させたほどだった。武田信玄に倣って私たちも行動を開始する。この世界にも轟かせてみよう。風林火山のその名前を、風のように駆け、火のように鎮圧し全てを奪い尽くすのだ。皆さん、こんにちは。攻めることは風のごとくなロキです。山のごとく静かに見守りたいアシスタントちゃんです。今回は、ゲーム開始から速攻をかけて序盤の有利を勝ち取ってみるよ。領土を独占することができれば、どんな勝ち方も思いのままだ。都市の数は文明の力に匹敵するからな。使う文明はシュメール帝国、太古最強の戦闘ユニットが使えるんだ。まずは、生産力を少しでも上げるために初手で労働者を生産するよ。研究は周囲に採掘場を建てられる土地が多いことから、最高からスタート。その後は、陶磁器、畜産、弓術と進めていく。都市防衛、ユニットの護衛、工場といろいろ役に立つからね。用意しておいて損はないよ。労働者の生産が終わったので、丘タイルに採掘場を建設するよ。ここからはシュメール固有の戦闘車を6体ほど生産していく。移動力も高く、戦闘力も高いからこの時代ではとても強力だ。このユニットを軸にして攻め立てていくぜ。いろいろ探し回ってるけど、まだ攻略する文明が見つからないね。遠いとユニットを送り込むのが大変なんだよな。でも、大丈夫。戦闘車なら移動力は土並みだ。採掘場を開発し、生産力3を確保。これでどんどんユニットを出していきます。周囲の捜索は都市国家は見つかったけど、文明はまだ見つからない。遠いところにいるのか、はたまたここは私たちだけなのか。孤立してたらそれはそれで面倒だよ。そんな中、初めての戦闘車が完成。機動力を活かしてこいつにも文明を探してもらおう。蛮族がいたらその都度、やっつけてくれよな。と言ってたら早速蛮族発見。戦闘車の性能を見せてくれ。攻撃を受けた側であったが、蛮族に60近いダメージを与えた。この投石兵も壊滅寸前の被害を受けているよ。戦闘車、優秀だなぁ。いくら強いといえど近接ユニットは戦闘すればダメージを負う。一気に攻める時も体力の管理には気をつけないと。ここが遠距離ユニットが強いと呼ばれる理由だ。ほぼ無傷で体力削れるんだからそりゃ強いよな。二代目の戦闘車が完成。蛮族も迫ってきてる。さっさと片付けて文明探しに行こうぜ。その間にこの戦闘車の歴史について掘り下げてみるよ。戦闘車は正しくは戦闘用馬車のことを指す。古代でよく使われ、チャリオットとも呼ばれるし戦車とも呼んだ。馬に車を引かせ、弓兵や槍兵が乗り込んで戦ったそうだ。シュメールの戦闘用馬車が、最古のものであるとされているんだ。この後に、馬に直接乗って戦う騎兵の形になっていくことになる。以上、あなたの生活を豊かにするかもしれない歴史コーナーでした。ビーベル。ついに、中国と出会うことができました。出会ったということはこの文明はシュメールによって滅ぼされるのだ。生産済みの戦闘車を中国へ派遣だ。時代が進む前に中国を制圧しないといけない。城壁が研究されてしまうと一気に都市が固くなってしまうんだ。そうなると、古代の兵器では太刀打ちできなくなる。時間との勝負だね。戦闘車が中国の都市へ接近。いつでも落とせるよ。部隊を動かしている時にもう一つの文明を見つけたぞ。中国の北にあるエジプトだ。中国の次はここだな。部隊の存在を大きくしたくないから、中国にメドがついたらにしよう。さあ、行くよ。シュメール流の速攻戦術見せてやる。戦闘車4体で囲んでいるからすぐに落ちると思うぞ。防壁がない太古の時代だと結構削れるね。次のターンには陥落するだろう。体力の管理だけ気をつけような。中国の首都、北京陥落。都市の一つ。もう一つ都市があったからそこも落とそう。北京を攻略した部隊を、大元とエジプトに分割して派遣するぞ。ここを攻略すれば中国は退場だ。開拓者を出さずに序盤で都市を奪えるのは素晴らしいね。ゲーム開始から約50ターンで中国降伏。なんとも儚い最後だったね。次はエジプトに行くぞ。ユニットを送ってくれ。送りたいんだけどね。そうもいかないんだ。蛮族に囲まれちゃったからこいつらと遊んでくるよ。ということで次はエジプトの都市をいただこう。把握してる都市は密だ。
っとこれ以上はないと思う。すでに戦闘車がエジプトの近くにまで来ている。まあ、エジプトの退場も時間の問題だね。エジプトの都市、ネケンの陥落も間近。今攻撃している部隊以外は人に向かわせるぞ。ネケンをダッシュ。ここは破壊しておこう。ちなみに中国があった方面ではまだ蛮族と遊んでいます。こいつら倒してもすぐ湧いてくるから厄介なんだよな。ライバルが減って都市を建てる場所も選びやすくなりました。空いている土地にどんどん都市を建てていこう。遠征している戦闘車部隊はエジプトの首都を攻略中。ここが最後の都市だといいんだけどな。ゲーム開始から54ターンでエジプト降伏。太古の時代ですでに3つの文明を攻略できました。いつもはがっつり準備してから戦争するから350ターンは経過してる。この戦法を使えばゲーム始まってすぐに一気に有利になるぞ。ここからはどんな勝ち方を目指すことも可能です。このまま制覇するもよし、まったり内政するのもいいかもね。ちなみにその後のシュメール帝国なんだけど、次から次へと湧き出てくる蛮族討伐に明け暮れていました。あっちを倒せばこっちで湧いて、こっちが終わればまた向こう。ずっとそんな感じだったな。これまでに文明がいなくなったことで土地が空きまくったのも原因かもね。歴戦の戦闘車も度重なる戦闘で撃破されちゃったしね。ということでシビライゼーションのまた違う戦法をやってみました。次回はまた違う文明でやりたいことがあるからそれをやってみるよ。それでは次の動画でまた会おう。バイバイ。